フィニアス・テイラー・バーナムはアメリカ合衆国の興業し、その愉快なホラ話とサーカスを設立したことで知られる。宿屋兼商店の主人を父に持つバーナムはコネチカット州ベサルで生まれ商店主として出発したが、当時アメリカで消結を極めていた宝くじブームに浮かれ事業に失敗する。1829年にはダンバリーにおいて週刊新聞、 ザ・ヘラルド・オブ・フリーダムを創刊したが、この新聞での数件の名誉既存訴訟及び一件の卒業を受けた結果、収刊されることとなった。1834年にニューヨーク市へ移り住み、1835年にジョージ・ワシントンの元場で160歳を超えているとの評判があった黒人奴隷の女性、ジョイス・ヘスを買い取って見せ物にすることで、工業士としての人生を始めた。 このヘスの存在とちょっとした付け足しをもとに非常に巧妙な宣伝を行い、1836年に彼女の死亡後の1839年までアメリカにおける巡業を成功させた。その後は一時期不審だったが、1841年にニューヨーク市にあったスカダーのアメリカ博物館を買い取り、これに相当の補強をして、 バーナブのアメリカ博物館と名付け、ここを拠点に国内で最も人気がある工業の一つにした。1842年には親指トム将軍として有名な Y 人チャールズ・ストラットンの見せ物で大当たりを取った。インディアンのダンス団、夫フ婦フム・ミーを作って彼らに伝統的なダンスを踊らせ、これも評判となった。 1844年から1845年にかけては親指トム将軍を連れてヨーロッパ巡業を行いビクトリア女王にも面会した。例と更新できるというフォックス姉妹の高齢会の興行を担当し、心霊主義の爆発的ブームの端緒となった。スウェーデンの女性歌手ジェニー・リンドと米国において一晩1000ドルで150公演を行うという契約をし、 1850年から巡業した。1855年には一旦工業会から引退したが再建支払いを迫られたため、1857年に工業士、展示館経営者としての以前の人生を再開した。1871年にはニューヨーク市ブルックリンのバーナムのアメリカ博物館でサーカス、動物園、フリークス、 老人形展示を内まぜにしたものを巡業させる、地上最大の省を設立した。1872年には、サーカス業開発の工業列車を立ち上げる。サーカス団の規模拡大に伴い、馬車での移動では、全米中の工業が混乱となり、その解決策として発案。それ以来、このサーカス列車は、他のサーカス団でも採用された。1881年には、 ジェームズ・ベイリーが経営していた、クーパーベイリーサーカスと合併して、バーナムベイリーサーカスとし、世界中を巡業した。このサーカスの一番の呼び物は、バーナムがロンドンで動物園から買い取ったアフリカゾウのジャンボだった。死後、1907年に、サーカスは、リングリング兄弟に売却され、リングリング・ブラザーズバーナムベイリーサーカスとなり、2017年まで、 工業を続けた。ナイフ氏が1999年に選んだ。この1000年で最も重要な功績を残した世界の人物100人でアメリカ人とされている人物22人の中に選ばれている。ありがとうございます。